あの、節縁という名の禁煙をしてたんですけどちょっと前まで節縁という名の禁煙あいつ吸ってもいいぞ自分だけどとりあえず今はやめてもいいぞああなるほど確、うん、かりますよそれに、まあ、まあ簡単に言った禁煙に失敗しました <laughs> <laughs> なのでこう、はい、そうですね僕はライターですねライターライターに「はい、おめえ吸いすぎだぞちょっと」と「やめろよ」と「<laughs> やめない」とは思うんですけど <laughs> こう言われていくとこう言葉ってね、<ー>だんだん積もっていくものがあるじゃないですか。なるほどね。うん、こう火をつけるために、お前いいのかって、脂肪 <laughs> お前いいのかってこう問いかけてくれるライター。今日は多いんじゃないのちょっと。<laughs> <う>あ、それはライターは私は男性のイメージがあったんですけど、女性の声ですか女性の方がなんかよりいいかなっていうのはありますああイメージするとどなたの声ですか声声。声 どなたの声っていうのはないんですけど、ええうん、まあちょっとそうですね色っぽい系があ、私今パッと思ったんですけどあのブルイチにもあの出演したことのあるそうみさんそうみさんとかがすいすぎじゃない <laughs> 怖いですねちょっとねちょっと怖いけどちょっと先輩ですから、ね、<laughs> 事務所の先輩なんでそうですよね,そ,うですよねそしたらか、うん 割と簡単にやめられるかもしれませんね。そうそうっすよね。ちょっとやめとやめとけますね。そうそうそう。すみません。そうみたいな感じで。ちょっとケモかったですか。どうもごめんなさい。そうですね。そうですね。あこれでも商品化したら面白いかもしれないですね。カチってやると声が出る。いいの？本当にいいの自分とかっていうような声が聞こえてくると。あでもそうですね。それ健康のためにね。タバコも増税しますしね。あそうなんですか。あそうですそうえそうですよ。じゃ。 ちょいちょい減らして、ね、そうですね。健康も手に入れないといけないですよね。健康ね。沢さんは何かあるんですか。はい、対話してみたい。なんかこちらには愛用品って書いてあるんですけれども、うん、私はやっぱりものというよりも、でじゃあの二匹の犬を飼っていまして。ああそうなんですか。はい。犬と。可愛い,い。<laughs> に毎日どこの現場にも連れて行きたくなるぐらいかわいい犬が2匹いるんですけどその犬2匹と対話ができたらめちゃめちゃ楽しいんじゃないかなとああでも2匹って相当来るんじゃないですか相当来ると思うんですよお姉ちゃん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 おおおおおおおもうずっと来ると思うんですようざいって言わないと終わるうんよねいいえ 女子ですよもちろん 2>, 2匹とも二匹とも女子ですはい可愛<ー>い,い娘です <laughs> はいなので喋れたら面白いなと思うんですけどあともう一人あの最近ねあの蝶びという種類の金魚を買いまして金魚金魚金魚 金魚。がい金魚。なんかね、おっぽが蝶々の羽の形をしてる。<ー>なんだけど体はデメキンで、目がめちゃくちゃ薄い金魚。<laughs> めちゃくちゃ出てるんですよ。で、すごい図体でかくて、10センチぐらいあるんですけど、そいつがね、もう、なんて言うんだろう、こう、やっぱり品種改良に、品種改良を重ねられた金魚のせいか、<ー>なんかもう、なんて言うんだろう、こう、えらに、いきなりテテテテテテテンで白い点ができまして、そう。 病気だと思って、これ白天病だと思って、胸びれとかにも白い点々点ができて、あ<ー>あ死んじゃうと思って、もう、塩、塩浴ってあの、塩浴っていう、<ー>こう、塩なんか0.5%ぐらい入れたお水にしてみたりとか、白天病の薬入れてみたりとかして、でも全然一向に治んないんですよ。<ー>だからどうしよう、広がっていったら、なんて思って、あの、近所の熱帯魚屋さんのお兄さんに見てもらったところ、 発情してただ。<laughs> <laughs> え、発情期で。あ、そういうのあるんですか金魚に。そうなんですよ。お湯干しって言っておうに干しって書いておい干しっていう突起物がちょうどエラと胸びれにできるんだって。ああそれで、えー、むすあのあのえっ、ー、と女の子をつっついてこう発情し,してるから <laughs> つっついてなんか褒美したいっていうのをアピールするっていう。えー、あ。 そうなんですか、はい、病気じゃなくてよかったんですけど病気じゃなかったんですけど。別の問題ですよね、ねええー、いや、もういいんですけど、発情してんだからね。<laughs> あ、男の子だったってことも分かりましたし。でも、その金魚ちゃんが喋れたら、<laughs> お前こんな薬入れてっけど、俺大丈夫だからって。俺ちょっと発情してるんだからって。しだからって。言ってくれれば、どんだけ楽だったんだろうなぁ、というね、気持ち薬じゃなくて、相方をくれと、<laughs> はい、ちょっと言ってたかもしれない。女くれよって。 女求めてんだよってそこで言ってくれればなーっていう <laughs> はい今でもちょっと転覆病っていうちょっと逆さに <laughs> 病気にもそれは完全に病気なんだ、ね、<laughs> なったりもしてもう手がかかってしょうがないんですけどこの薬を入れてくれよとか言ってくれればね頑張るんですけど、ね、で,でもね動物って基本的にそういうの多いじゃないですか気がつかないうちにそう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 だから もう最近さちょっと体調悪いんだとか犬とかが言ってくれればああどんなにこうなんて言うんだろうあの聞き迫る思いもせず済むんだろうかとね、うん、病院連れて行けばいいかとか肌が減ってるだけなのかとかそうそうそう,そう,そう減ってるだけがいいみたいなね <laughs> 感じもあるのではいちゅうことでね、はい、そろそろじゃあ終わりますかはいわかりましたサクッといきますね <laughs>、はい、サブッと サクと終ってサクッとパクさんからこれから歌うってことですもんねはいそうですねちょっと緊張もしているので<あ>ということで、はい、CD を聴いているあなた、はい、これからもブリーチの応援をよろしくお願いしますよろしくお願いします、はいえー、ここまでのお相手は菅谷東城役のパクロミと表裏魔役の浜田健治でしたそれでは皆さん、えー、バイバイ,バイバ